バスター・ウィリアムスはアメリカ合衆国ニュージャージー州生まれのモダンジャズのベース奏者。1959年から演奏家としての活動を始めた。フィラデルフィアでプロとしてデビューした後、ジーン・アモンズ、ソニー・スティットのクイーンテッドやベティ・カーター、ナンシー・ウィルソン、サラ・ボーンといった女性歌手のレコーディングに参加。1960年代後半に ニューヨークに移りハービー・ハンコックのグループに参加、一時期マイルス・デイビスの下でも活躍した。以降は、ケニー・バロン、レクスター・ゴードン、ジョー・ファレル他にも多くのミュージシャンと活動を共にしている。ロン・カーターなどと同じく、黒ナイロン巻きスチール弦を用いた個性的なトーンを特色とする。オスロ・ジャズ・フェスティバルで演奏する、ウィリアムス・父親、チャールズ・アンソニー・ウィリアムズ・シニアもベース。 ドラム、ピアノの音楽家だった。幼い頃からジャズに親しんだ。ニュージャージー州の家で父親のバンドのリハーサルをやっていた。スターダストにおけるオスカー・ペティ・フォードのベース演奏に注目し、10代で演奏を始めた。彼がまだ中学生だった時、プロとしての最初のギグがあった。ジミー・ヒースのバンドとサムリードのバンドを掛け持ちしていた。父親は、 リップというクラブでジャムセッションを開催し、ウィリアムスは1959年に月曜日の夜のショーで父と一緒に演奏した。高校卒業直後の1960年にジーン・アモンズとソニー・スティットと共演した。ウィリアムスは1961年8月にアモンズ・スティットグループと彼の最初の録音を行った。ウィリアムスはフィラデルフィアの音楽大学で アモンズ、スティットたちと演奏していく中、またそれ以後、不規則に音楽を学ぶこととなる。構成、作曲、和音、理論をロナルド・ウィギンズ博士から学んだ。ベティ・カーターやサラ・ボーンと共演。ボーンはフランスのリビエラでの公演に彼を帯同した。1964年、ウィリアムスはナンシー・ウィルソンといくつかのアルバムをキャピトルレコードに録音し、 ロサンゼルスに移住することとなる。シャーリー・ホーン、ジョナサン・シュワルズ、カーメン・マクレー、ロザンナ・ラビトロ、ヘレン・メリル、ジョン・ルシアン、マルグリット・マリアマ、チャンピオン・フルトンとも共演している。西海岸では、ナンシー・ウィルソンとのツアーやレコーディングをこなし、ジャズ・クルセイダーズと5枚のアルバムはトランティックに録音した。ケニー・イド・ハムや、ハロルド・ランド、ボビー・ハッチャーソンのクインテットと録音し、 マイルス・デイビスと1967年に数ヶ月間共演した。1968年にニューヨークに行き、アートブレイキー、ハービーマン、メアリール・ウィリアムスと共演。アトランティック、ブルーノート、プレスティッチで、マッコイ・タイナー、デクスター・ゴードン、ロイヤーズ、スタンリー・タレンタイン、フランク・フォスター、イリノイ・ジャケー、ジーン・アモンズと共演。 ハービー・ハンコックとマイルス・デイビス・クインテットで共演したのをきっかけに、ウィリアムスは、ハンコックとのバンドでありムワンディシで3枚のアルバムを録音。ムワンディシ60相談は、ジャズの新しい電子音を探求し、ウィリアムスはアコースティックとエレキベースの両方で演奏した。1975年にリーダーとしてのレコーディングデビューを果たした。ウィリアムスはいくつかの映画のサウンドトラックや、 テレビコマーシャルで演奏した。1969年の映画、マッケンナの黄金の音楽では、クインシー・ジョーンズと共演。1990年代には、アンチェロ・バダラメンティとデビッド・リンチ監督のツイン・ピークス・サントラに参加。スパイク・クリーの映画、クロッカーズにも参加。ブランフォード・マルサリスが率いる、トゥナイト・ショーのハウスバンドとも共演した。ウィリアムスは、 2004年のスティーブン・スピルバーグ監督映画ターミナルに自分自身として出演しベニー・ゴルソンのカルテットでマイクレ・レドンヌとカール・アレンと共演したウィリアムスは中学生の時に出会ったベロニカと1965年に結婚2014年の時点で妻とカムデンに住んでいる1972年に妻が交通事故で脳震盪を起こして以来 仏教に帰依し、総科学会インターナショナルに入信し、南無妙法蓮華教を唱えている。彼の信仰は、ハンコックやウェインショーターに影響を与えた。ありがとうございます。